入場券代わりです。出るときもねこれを入れて改札から出ると、こんな感じっすね。慣れたら意外と乗りやすいです。切符よりもなくさない気がする。バンコクのクリスマス、暑いだけでも東京のクリスマスとはあんま変わんないと思います。本当に都会だよな。もう見渡す限り街、バンコクすげえや。こんばんは、ホテルの屋上階です。筋トレでもと思ってジムに来たんですけど、7時22時でしか空いてないとのことで閉まってる。プールはあるんですけど入りません。出直します。ではまた。12月17日です。バンコクおはようございます。現在朝の9時半ぐらい、今日は今いるホテルのチェックアウトの日なのでまた移動があります。一人になったので今日からまたドミトリー生活です。だいたい一泊800円ぐらいのホステルにずっといますね。そんな感じで今日一日やっていきましょう。ではまた。ここまで私を支えてくれたサンダルとはここでお別れです。今までありがとう相棒。今日からまた宿移動でオンヌット駅というところが最寄りになりますの、こちらハイドバンコク、このアパートみたいなホステルが、この5日間の滞在先になります。どうぞよろしくお願いしますって感じですね。こちら、オンヌット駅からなんかナイトマーケットに向けて電車乗っていきます。電車のマスク着用率はほぼ 100%、 8割ぐらいかな。だからマスクつけてます。アジアンアンティークみたいな、ナイトマーケットに行くためにサイアンっていう駅で降りました。現在バスを待っています。もうめちゃくちゃ都会。こちらアジアティークというナイトマーケットに来ました。バンコクで知り合ったルーマニア人のアレックス・ヤスミンがここで飯でも食わないかということだったので来たんですが、これはちょっとあれですね、おしゃれな、なんていうんですか、アウトレットみたいな、こんな感じの雰囲気が漂ってます。これ一人で来るとこじゃないっすね、明らかに。めっちゃおしゃれだもん。でけえ。え、早くない？あ、観覧車あるんですけど、すっごい速い気がする。回るスピード速すぎ。なんか遊園地的な要素もあるんですね。ミステリーマンション、ホラー系のやつですかね。乗らないけどね。1回300バーツ1200円。ちょっと一人で乗るのもよくわかんないんで乗らないです。こんばんは。あのですね、ルーマニア人のアレックスとヤスミンが、えげつない渋滞に巻き込まれて、バスでね、なんかもう疲れたから今日はいいやって なっちゃったらしくて、私一人が覚醒しました。飯でも食って帰ろうかなと思います。川沿いのショッピングセンター、バイクで来たんですけど、どうやら最寄り駅なんかシャトルボートが流れてるみたいなんで、無料のね、その無料のシャトルボートに乗って帰りたいと思います。ボートイエーイって感じですね。よし、オッケー。できれば川沿いの方に乗りたいっすね。ボートで駅まで向かいます。鬼の画質の悪さ、夜だから許してください。だいたい15分ぐらいで最寄り駅までね行けるみたいです。バンコクにはああいうタワマン
ホテルなのかな、タワマンみたいなやつがあったり、本当にもうほぼ東京ですよ。あまりにも都会すぎる。最寄り駅まで船に乗って帰ります。この帰りの電車の中で急に吐き気が襲ってきました。その時はなんとか耐えて宿まで戻ったんですけど、結局吐いちゃって、お腹空っぽでなんか寝るのもなと思って、その後食べたんですけどまた吐いて、水を飲んでも吐くし、なんなら下痢とかも、でなかなか寝れなかったです。おはようございます。12月18日バンコク、昨日多分急性胃腸炎みたいな感じになって、夜中嘔吐と下痢が止まらなかったんですよね。だからむっちゃしんどくって、で、まあ、食べても吐くし飲んでも吐くしで、結局昨日からずっと何も食べてない、もう36時間ぐらい何も食べてない状態です。ただ、まあ、入れても怖いので、ちょっと今日は飲み物だけで過ごそうかなと思います。ダメだ、力が出ない。100% 胃腸炎で固形物が食べれないので、まあ、アイスならいけるかなってことで、まあ、どうせならパフェでも食おうと思って来ました。食べたいと思います。生クリームは嫌いなんですよ。おはようございます。急性胃腸炎になってから48時間ぐらい経ちますが、まだ何も食べてないです。昨日の夜ぐらいなんか食べようと思ったんですけど、ポカリを飲んで寝てしまいました。今日ぐらいはなんか軽い麺でも食べたいなとは思っています。ではまた。病み上がり一発目の食事はライスヌードル、めちゃ優しそうな味がします。肉とか辛さをね選べるようになってて、全く辛くなくて、すっごいシンプルな組み合わせにしたつもりです。ラーメン来ちゃいました。消化にいいものが思いつかなくて、とりあえずあったかいもの食べとこうっていうメンタルです。出てくるのめっちゃ早かったっす。醤油ラーメンいただきます。まあ、ほぼ日本っすね。お腹めっちゃ痛いので食後にヤクルト飲みます。今日もいい天気、12月20日頑張ってやっていきましょう。昼ご飯待ちです。おそらく胃腸炎から復活したので、今日からタイ料理また食べていきたいと思います。あんま辛くなさそうなやつをとりあえず選びました。完璧すぎる、絶対辛くない。いただきます。鬼くせ。鬼くせ強い。鬼くせ強いアイス屋さんみたいなのが通り過ぎていきました。めっちゃ歌ってたな。昨日の夜、昼に続き3食連続この家からめっちゃ近い定食屋に来ました。今日は優しいスープみたいなやつ with ライス、いただきます。うまっ。タイ、ムーガタ、そして2ヶ月半ぶりのハヤト君です。こんにちは。
ムーガタ食べ放題も後半戦、ちょっとね一回アイスでリフレッシュして最後突入したいと思います。こんばんは。最初に切ってから揚げるタイプなんですね。スペインはもうとにかく入れてからがっつり揚げ上がってから切るタイプだったんで、その辺ちゃいますね。チュロス頼みました。ドリーチュロスさんの、また一口サイズのチュロスですね。に今回はコンデンスミルク、東南アジアの文化っすね。食べてみましょう。カレーベースのシーフードの炒め物です。唐辛子でけー。食べましょう。すげー、これぞタイっていう感じのところに来ましたね。スーパーローカル市場、あれは何。今日はフライドライス、いただきます。おはようございます。12月24日クリスマスイブの朝です。バンコク、この辺はいつもと変わらない。街中にクリスマスの雰囲気が溢れてるといえば溢れてるんですけどね。朝から久しぶりのカオマンガイ食べます。楽しみです。朝からいただきましょう。まあイブだけどね。これが俺たちのクリスマスディナーですね。俺たちのクリスマス。めっちゃ満腹だな。第2陣がさ、これ作るのめちゃめちゃむずいんだけど、どうすればいいか。完璧な締めパフェ。おはようございます。12月25日カオマンガイから1日スタートです。これからバスターミナルに向かって、夜行バスに乗ってチェンマイに移動します。だからかな、イルミネーションがすげえ。バスターミナル着きました。出発まであと1時間半ぐらい、ちょうどいいぐらいですね。よかった、間に合って。バスターミナルにいるんですけど人が多すぎるので1時間ぐらいこの辺で待ちたいと思います。もっとギリギリに来てもよかったなと思っております。25日バス待ちの人が半端ないです。チェンマイ行きのバスをターミナルで待っています。定刻8時半より1時間過ぎた現在は9時半、1時間遅れ。みんなもう疲れて座っちゃってます。各有私も座っていると。バスは来るんでしょうか、不安です。やっと来た。夜行バス休憩でナコーンサワンっていうところの休憩所みたいなところにいます。他にもバスがいっぱいいますね。現在時刻は深夜の2時。